はい、こんにちは、望月です。今回は理学療法士も YouTube をやるべき2つの理由について話していきます。で、1つ目は資産性のある労働ができる、2つ目はいろんな方法でお金を稼ぐことができるの2つです。で、初めにちょっと資産型の労働の話をするんですけど、基本的に多くの人がしている労働っていうのは基本的には時間の切り売りになってます。なんで例えば、働かなければお金がもらえないですし、例えば積み重ねた評価っていうのを毎月毎月とか毎年毎年リセットされてしまいます。なんであまり積み重ならない、なのであまり積み重なっていかないような労働が普通の労働です。で、一方資産型の労働についてなんですけど、こっちの方やったことが積み重なっていくんですよね。まあ、例えばブログとかノートとか YouTube とかでどんどんコンテンツが溜まっていくんですよね。で、どん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 溜まっていくんで、まあ、来月になったら今回の、今月の評価が一回リセットされるとかっていうのもなくて、まあ、どん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 積み重なっていくような形になります。で、こっちの方は長期的に見たらかなり大きな資産になるので、まあこっちの資産を積み重ねるっていうのも結構大事な感じになってきます。で、話が戻るんですけど、今回は僕がやっている YouTube チャンネルの実例から理学療法士が YouTube をやるべき理由をお話ししていきます。で、僕は現在キシロさんたちと、まあ、いろんなチャンネルを運営してますね。で、このチャンネルに関しては、まあ理学療法士向けで登録者は1000人超えてるんですけど、収益化とかは特にしてません。で、別のチャンネルでランナー向けのチャンネルっていうのもやってます。で、これはまだ1000人登録者いってないんですけど、まああと1ヶ月あれば超えるような感じで成長してます。で、もちろん収益化の基準っていうのも満たしてます。確か4000時間とかっていうのも確か、満たしてるような感じです。で、こっちの方は収益化ができそうな感じがしてます。で、もし例えばなんですけど、YouTube 広告の1再生が 0.2 円ぐらいだったとしたら、まあ、大体収益化したら月3万円ぐらいの、まあ、不労所得みたいなのが入ってくるような形になります。で、まあ、まあ今現在は多分月3万ぐらいしか入んないんですけど、まあ、今後どん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 積み重なっていくような形になっていきます。なので、まあこんな感じで YouTube とかも、まあ、長期的に収入にしていくことができます。で、まあ、それだけでなくて、もう一つ YouTube っていうのは稼ぐ方法があって、それは自分のサービスの集客目的で YouTube を使う方法です。で、僕は今現在キシロさんの会社で単価1万7000円の整体っていうのをやらせてもらってるんですけど、まあ、例えば今回、僕のそのランナーチャンネルの YouTube っていうのが再生数が1日5000ぐらい再生されてます。なんで、まあ、そのうち5000人のうち何人か、あとの概要欄とかも見てくれてるんですよね。で、そうすると概要欄に整体のホームページが貼ってあるんで、まあ、何人かはそっちの方にアクセスがいってるような感じになります。で、その5000人のうち1人でも、まあ、LINE してくれれば、1日1万7000円の売り上げになります。なので別に広告をつけなくても自分のサービスを持っていればお金にすることもできますし、まあ、理学療法士はどちらかといったらこっちの使い方がおすすめなのかなと思います。ということは、資産性の労働である YouTube っていうのは収益化でもお金になるんですけど、やっぱ僕たち理学療法士の場合は自分たちのサービスを持つことが比較的簡単なので、まあ、自分のサービスを持って集客目的で行えば、登録者が1万人とかいなくても、まあ、結構なお金を稼ぐことができます。普通のアドセンス収入の、まあ、広告の収入だと、多分登録者1万人とかだと本当に、まあ、何でしょう、月数万円ぐらいしかならないと思うんですけど、まあ、自分のサービスを持っている人はさらにもっと大きいお金を生み出すことができます。まあそんな感じのことを含めて、理学療法士も YouTube をやるべきっていう話をしようかと思いました。はい、今回はこれで以上です。ありがとうございました。